私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。懐かしい滋賀が映像でよみがえる懐かしが、吹き抜けを目いっぱい使って展示された大きな折り紙。これは平成元年交通安全祈願で作られたジャンボ折り鶴なんじゃ。なんと20メートル四方の紙を折って作ったそうじゃ。大きいわけじゃわい。子供たちや高齢者の方々が交通安全の願いを込めてメッセージを書き込んでいるんじゃな。こんなに大きいと飾るのも大変だったじゃろうの。悲しい交通事故をなくすため皆の願いが込められた大きな鶴。少しでも事故が減ってくれると良いの。次はこれ。滋賀県で SDGs 活動を頑張る滋賀大好きな会社を紹介します。滋賀大好き、みんなで SDGs。今回ご紹介するのはオプティックス株式会社。どんなことをされている会社ですか？我々は自動ドア向けのセンサーや防犯向けのセンサーを作っている会社になります。世界80カ国以上に販売しています。世界各国で使われているんですね。それではオプティックスから SDGs クイズです。問題。弊社が開発しているこの自動ドアセンサー、ある性能を高めることで省電力を実現しています。一体どこが違うのでしょうか？県民の皆さん、答えは何だと思われますか？答え。正解は、人の進む方向を見極めて無駄な自動ドアの開閉を制御することができるです。無駄な開閉を減らすことができるんですか？開きました。自動ドアに入ろうとしない人、例えば横切りしている人ですね、そういう人には、入れないような制御を効かしています。自動ドアセンサーにまっすぐと向かってくる人には、当然開きます。建物の空調効率を大幅に向上させ CO2 の排出を削減できます。なるほど。他にはどのような SDGs 活動をされていますか？弊社ではいろいろな活動をしておりまして、実は2018年には滋賀発低炭素ブランドにも認定されています。このセンサーは導入することで建物の環境効率を上げることができます。環境意識の高い滋賀県からどんどん広まっていってほしいと思ってます。滋賀大好き、みんなで SDGs。 続きます。次はこれ。フラ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 アミンチュ。私たちは東大武市の戸川西小学校で活動している。戸川西小学校少年団です。私たちの戸川西バレーボールスポーツ少年団はバレーボールを習いたい男女が集まって楽しく練習をしています。平日は基礎練習中心で、土日はいろんなチームと練習試合をして交流を深めています。バレーボール以外でも新年会、バーベキュー、クリスマス交流会など楽しいイベントもしています。
バレエの技術だけではなく、最後まで諦めない気持ちやみんなで力を合わせることを学ぶことができました。平日の夕方と土日の日中で練習しています。小学校1年生から6年生の男子女子が参加できます。一度練習に参加してください。待ってます。次はこれ。そっち行って遊ぼうでも、なんか面白い遊びあるんかいな。なになに、いい人遊び。あ、それなんか面白そうやな。やってみたい、やってみたい。アフレコ大好き、アフレコ大好き安野おっさんがいろんな映像に勝手にアフレコします。今回のアフレコはこちら。あー、この辺りは吹きさらして寒いな。この季節こたえんな。どこ行くん。お前あっち行っても寒いだけやね。あ、自分も行く。ほな、そんなわしも行くわ。なあ、こっち来て一緒に遊ぼう。そっち行って遊ぼうでも、なんか面白い遊びあるんかいな。なになに、いい人遊び。あ、それなんか面白そうやな。やってみたい、やってみたい。せーの、いい人。僕、趣味は募金です。あ、電車で席譲るのも大好きです。どう、できてる。なあ、いい人の顔見てよ。冷たいわ。なあ、僕ちょっと模様的に人相悪なってしまうことない？確かにちょっと僕とは違うかもしれん。距離取ってしまう感じやな。あれ、いや、なん、撮ってたん。こんなとこカメラあるやんか。アフレコ大好き、次回をお楽しみに。次はこれ。オレンジリボンズ、私は始めます。僕は家の中でもいつもビクビクしている。昨日も家の手伝いをしないと言ってお父さんに叩かれて蹴られた。息が詰まる。でも僕には外に居場所もない。お父さんが帰ってきた。また始まる。おい、何部屋散らかしとんねん。え、僕じゃないよ。口答えするんかい。痛いよ、やめてよ。お前のしつけのためにやってんねや。少年を叩き直したる。あんた、何してるの。やがましや、しつけじゃ。偉そうに、ちゃんと稼いでこい。何を。あんた、表に出て反省してこい。あー、蹴ったことある。酒出せ酒。ないよ、そんなん。もう買ってこい。お金がないんや。あんたの稼ぎが悪いから悪いんやろ。
次はこれ。懐かしい滋賀が映像でよみがえる懐かしが。1989年1月26日大津市の岩間寺で消防訓練が行われました。文化祭を火災、震災、その他の災害から守るために昭和30年より毎年1月26日を文化祭防火デーと定められました。これもその文化祭防火デーの取り組みの一環として行われた消防訓練です。消防署の協力もあり、実際に火を利用した訓練となりました。境内に立ち込める煙から火事の恐ろしさが再現されています。参加者さんたちの真剣なバケツリレー、文化祭を守るための大切な取り組みですね。文化祭防火デーには今でも全国で文化祭防火運動が行われています。次はこれ。クジャクのクーヤン、電車でどうするの末期。その手でお鼻やお口を触らない我慢の子でやんす。ガンテン承知、クジャクのクーヤン、あれやって。ソーシャルディスタンスでやんす。おっしゃる通りでやんす。クジャクのクーヤン。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。